こんにちは、日向裕一です。旦那と離婚したくない妻のための夫婦関係修復ということで、続きをお話ししていきたいと思います。で、聖書が、結婚に関して語っているこの箇所の、今回2回目ですけど、前回は男は父と母を離れ、その人格的な成熟が必要なんだ、肉体的経済的だけではなく人格的な成熟度が必要なんだということをお話ししました。で、今回はその妻と結ばれということですね。で、妻と結ばれというのは、これは心の面での一致ということですね。ぴったり来るっていうか、フィットする、つまりお互いの理解が深まる。もちろん2人の人間ですので、完全に気持ちを理解することはできないんですけど、会話を通して、また共に生活することを通して結ばれていくことができるということなんですね。ですので、ポジティブというか肯定的な気持ちっていうのは別にそんなに難しくないんですけど、否定的な気持ちも相手を傷つけることなく分かち合うことができる、結ばれる。だから別の言い方をすると、攻撃的にならずに、批判することなく、自分の気持ちをお互いに伝え合うことができる。それが必要だということなんですね。だから上手に喧嘩できるというふうに言ってもいいでしょうね。上手に口論できるというか。で、多くの離婚に至りそうな夫婦は破壊的な喧嘩をしてしまう。お互いを傷つけ合って深い傷が残ってしまうような喧嘩をしてしまうわけですね。で、それが最初に話したその父母を離れ、成熟してないといけませんっていう話をしましたけど、成熟している人はそれができる。そして信頼関係、しっかりとしたボンディング、ぴったりくっつける、ノリでつけるという言葉が言語で使われて、ヘブル語で使われているというふうに言われてますけど、つまり成熟してない人は心の面で一致することが難しいということなんですよね。相手を許したり受け入れたりすることが難しいので。で、それが結婚の大切な要素、つまり心の結びつきですね。それが大切なんだということを、覚えていただければいいかなと思います。ということで、これ簡単ですけど、この結婚の3要素のうちの2つ目ですね、成熟した人格同士がその気持ちの面でしっかりと結び合うこと、特に否定的な難しい状況でお互いを傷つけ合うことなく乗り越えていける、そのような強い結びつきを持つということが夫婦関係の2つ目の要素になるわけです。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。